アンリ・ドラカーズ・デューティエ、アンリ・ドラカーズ・デューティエは、フランスの動物学者である。海洋生物学の権威であり、ロスコフ生物学研究所などを創設した。ロットイコールエイコールがロンル県のモンペザで生まれた。パリ大学で医学を学び、アルマントルソーの下で、ネッケル・ホスピタルで働いた。ジュールアイメと地中海のバレアレス諸島に、海洋生物の調査を行った。1854年に、 パリ自然史博物館のアンリ・ミルヌ・エドワールの助手となり、そのしばらく後に、リール大学の動物学の教授となった。1865年にアシル・バランシエンヌの公認として、パリ自然史博物館の貝類、食虫類の部門の研究員となり、1868年にパリ大学の教授となった。1871年に、フランス科学アカデミーの会員に選ばれた。 サンゴや海類などの海洋生物の解剖学や発生などの研究で知られ、1864年にサンゴの自然史を発表した。1872年にロスコフ生物学研究所、1882年にバニュルスシュルメール海洋学研究所を創設した。1872年に学術史アーカイブスでズーロジーエクスペリモンター類、ジェネラルを創刊した。 1897年王立協会外国人会員選出。溝原綱の種、ストルフィメニアラッケジなどに懸命されている。ありがとうございます。